日本香川県高松市本町地区高松大木町。大木町は香川県高松市中心部の町庭。郵便番号は760-0013。全域が住居表示に関する法律に基づく住居表示実施地区で1丁目から3丁目が存在する。高松市役所より 1.2km 高松市中心部の都心北西に位置し、北は JR 予算線。 高徳線の鉄道時期、東は、指導浜の町宮脇線、南は、指導五番町に下から線、西は、すり鉢谷川によって区切られた三角形の町である。町内は、周囲の幹線道路沿いは、ある程度交通が明けておりビルや駐車場が立地しているが、その他の多くは下町型の高密度、都市型の閑静な住宅街を形成している。また、 香川大学にも隣接しているため、学生用の安価なアパートも多い。2010年国勢調査による人口は2853人、世帯数は1602世帯、面積は297,592.77平方メートル、人口密度は9586.9人平方キロメートル。公立小学校、中学校の校区は、全域が新番町小学校、 死運中学校に属している。町内における都市計画法に基づく用途地域は、指導5番町に下から線及び指導標庫町西通り町線沿いが、容積率300%、憲兵率80%の近隣商業地域で、指導標庫町西通り町線以北及び同指導以南の内西部が、容積率200%、憲兵率60%の 第一種住居地域、東部が、容積率200%、憲兵率60%の第二種中高層住居、専用地域である。目抜き通りである旧丸亀街道を中心に、町が形成され、町の周囲を、市道五番町に下から線や、市道浜の町宮脇線といった大通りが囲んでいる。その他の町内の道路は、江戸時代からの城下町の町割りがそのまま、 生活道路になっていることから、周囲の幹線道路や旧街道から一本入れば、多くの道路が境愛で、自動車の進入が不可能な路地もあり、加えて、城下町の特徴である見通しの効かない鍵型の道路配置となっている箇所も多い。町内を東西に通る旧丸亀街道沿線は、高松市都心部で唯一返済を広く免れた地区であり、 旧街道沿いに発達した江戸時代からの町屋が部分的あるいは一部連続的に残っている。しかし旧丸亀街道は高松市の都市計画道路に指定されており、福音が5メートルしかないため事業計画には拡幅工事が盛り込まれていた。実際に町の東端にあたる指道浜の町偶和規制から150メートルの区間は拡幅が完了し、異性も 全区間が拡幅されれば、江戸時代からの町屋建築の多くは取り壊しを余儀なくされていた。しかし、2004年6月2日に、高松市が行った都市計画道路未着手路線の事業計画見直しで、計画の交通量が見込めず現状の福音で十分、と判断され拡幅は中止となり、これにより、旧街道沿いの町屋群は異常は残ることになった。ただし、 これら町屋群は伝統的建造物群保存地区のような文化財の扱いを受けておらず、今後各家屋の建て替え等により取り壊される可能性は残っている。現在の町名は1966年に新設された随所地名であり、それ以前のこの地域は木倉町、西浜町、浜野町、西通り町、昭和町、幸い町の各一部であったこのうち江戸時代は、 昭和町と幸町以外は、城下町の一部であり、現在の大木町一丁目が木倉町の全域並びに、浜の町、西通り町、西浜町の各一部で、大木町二丁目が昭和町と幸町の各一部に相当する。大木町三丁目は大部分が西浜町の一部であったが、大木町一丁目と大木町二丁目の境界線の延長線より、 南側は昭和町の一部であった。掲載順は住居表示による外区符号、住居番号順。ありがとうございます。